たちには深い絆が生まれたそうで。女性チームの中で生まれた絆ってありますか？この間も今年に入ってからこの3人で女子会をして鍋をしたんですけど、こう始まると終わらないよね。終わらない、終わらない目に始まったのにね、うん、終わったのが気づいたら3時過ぎて、締め時が分からない分からないぐらい。一方山下さんと浅利さんはもっと深い感じに。旅行にね行けるぐらいの仲なんですよ。新幹線に乗って美味しいご飯を食べに行くっていう企画をちょこちょこ2人でやってたりとか。なんでうちら誘われてないんでしょうね。逆に言わせていただきますけど、僕らも誘われて女子会楽しそうじゃんと思ったの。美味しいもの食べに行くツアー連れてってください。すぐ席移動するでしょ。しかもねえ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 聞いて聞いて聞いて、リス回そうよと、すぐに旅行話で盛り上がってしまう4人に山下さんは、ね、ダメだね。一区切りしちゃいますけど、まあ、なんか僕らのね絆は育んでいきたいなって思います。